随総区長随総区は、大韓民国ソウル特別士官難務、観光南岸に歩く。ソウル市の副都心として位置づけられており、王峰院などの公共施設、国立中央図書館や国立国学院などの文化施設、サムスン本社、江南駅などがある。一方で、オフィスも多く存在し、ルノー・サムスンやヒュンダイなど国産車ディーラーは元より、レクサスやホンダ、メルセデス・ベンツ、 BMW などといった輸入車ディーラーも随走、駅付近に集中している。随走区の教育は、カンナム教育庁が管理している。江南随走教育支援庁などのカンナムのタイトルを使用している政府機関は、江南区と随走区だけを管理しているため、教育と社会的な概念としてのカンナムは、江南区と随走区二つだけを意味する。特に、江南区と随走区にある小、 中高等学校は高南八学群と呼ばれる。随層区はソウル市の南部高南に位置する。南北に細長い形をしている。現在の区長は超音機。行政区域ずいくどかの洞の統合を経て、現在は18の洞が存在する。ソウル特別市随層区にある小中高等学校は高南八学群と呼ばれ、韓国で教育的な競争が、 最も厳しい地域である。ありがとうございます。